祝群馬の世界遺産登録10周年え、あ、そうなの？群馬の世界遺産富岡製糸場と絹産業遺産群は2014年6月25日に登録されたのだ。確か製糸場だけじゃないんだよね。そう、この4つの史跡から構成されている。てっきり製糸場だけかと思ってたもんな。この4つになるのにいろいろ経緯があったんだよ。へえ、どんな？時は2003年以降、富岡製糸場を世界遺産にしようという動きが本格化。ほうほう。そこで関連遺産も追加しようと候補が上がった。どんな候補があったんだい？この10の候補が上がったのだ。 10？ 多いですな。この10候補を富岡製糸場と絹産業遺産群、日本産業革命の原点と呼ぶ。なんかサブタイトルついてる。ここから登録を目指すため、いろんな理由で厳選と追加を行った。なんかアイドルオーディションみたいだ。様々な経緯を経て2011年にこの4つになったのだ。お、これが現在の構成か。タイトルもシンプルに。十分長いけどね。2012年に世界遺産センターへ推薦、見事2014年に登録。いやー、そんな流れがあったとは。ぜひ10周年の群馬の世界遺産遊びに来てちょうだい。いろいろイベントもありそうですな。近くのこんにゃくパークも10周年なのでぜひ。あ、そうなのか。アーツ前橋も最近10周年迎えたのでぜひ。あ、そうなのね。あと桐生のラーメン芝浜ももうすぐ10周年。いや、10周年多いな。